キックマスタートレーニングレベル10を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ゴー。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。こんにちは、キックマスターの上船俊之です。本日はですね、キックマスタートレーニングレベル10を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。レベル1からレベル5までは1人でできるようなトレーニングになっております。それはぜひ概要欄に貼ってますので見てください。で、レベル6からレベル9までは2人組でやるようなトレーニングでした。今回もですね、2人組でやるトレーニングになっております。そして難易度がね、より高くなってますので、ぜひご覧になってもらって、ぜひキックマスター9クリアした2人とチャレンジしてみてください。よろしくお願いします。では早速やってみます。では早速キックマスタートレーニングレベル10のやり方を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。すべて2タッチでやります。絶対2タッチで壁に当ててパス出したら移動も入ってくるので、ぜひご覧ください。いきます。まずやり方を説明します。まずやってみます。2タッチで出してもらって、これもノーバンでやります。で、トラップしたらトラップしで、インサイドでトラップ2タッチでやって、2タッチで返して移動します。で、これをまたノーバンでトラップして返す。移動はこっちだけにします。パスの移動、人と人とのパスですね、この関係のパスが10本通ったらクリアになります。いきます。オー！そっちからはいいな。いきます。ゴー。1上の方がいい2 3。ダメ。もう一回いきます。上の方がいい。跳ね返す。1 2 3 4 4 5 6。数が数えられてない。これ何回なってるかよく分かんない。でも10はいってない。これはもう一回やり直そう。人と人のパス出した人で数えようかな。どっちかよ。数えられたかった。いこう。いきます。1 2 3 4 5 6。あ、これ2回ずつなんだね。ごめん、諦めないよ。いきますよ。頑張ります。いこう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。インサイド上げて OK。 クリアできました。キックマスタートレーニングレベル10、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。壁がない方はキックマスターフィールド淡路島までぜひ来てください。ありがとうございました。